ラジオフリーウイグルジャパン、世界ウイグル会議については第2回になります。イリハムさんに引き続きお話を聞いていきたいと思います。イリハムさんです。あ、どうも、イリハムです。よろしくお願いいたします。はい、そして引き続き、フミエイツが質問していきたいと思います。イリハムさんはその会議で、演説をされたんですよね。3日目ですか？そうですね。私の演説の、ね、内容は、私はこういう運動を関わってきたのはもう、1年ちょっとですから、私がみんなに紹介したのはこの1年間、日本の皆さんの、支援したいろんな話を皆さんに伝えたんですね。その場で、たくさんの人がもう非常に気になって、静かに最後まで聞いてくれて、時間的にも私はちょっとオーバーにしちゃったんですけども、もう誰一他の人人も、たちと比べて長めに演そう説そうをさそれたという。う、誰一人ももう時間だよっていう話もしなかったし、ウイグル人の皆さんの日本の運動に対する、または日本の皆さんの応援者の皆さんに対する敬意を表したの証拠だと私は思いますね。活動内容を具体的にお話しされたという感じなんですよね、演説のそうです内ね、容は。一緒に日本から行かれた久保さんという方についてもちょっとお話を聞きたいんですけど。そうですね、久保さんの話、全体の話しながら、今回、私と一緒にワシントンまでお越ししてくれた久保さんっていうことで、久保さんのことも皆さんに紹介したんですけども、久保さんがその会場に現れたこと自体は、皆さんがものすごく感動しましたね。と、久保さん、あるいは皆さんのいろんな話した、その結果、会場に、代表だけじゃなくて、他のアメリカにいるウイグル人もいるし、180人ぐらいの会場で、80%の人が、感動して、涙が出てるっていう状況になってしまったんですね。ものすごく、日本の皆さんが我々に対して理解してくれて、こんなに応援してくれたことには心から感謝しているっていうメッセージをみんなの目から私は受けたんですね。その久保さんも今回の会議の中で一番人気者になってしまっ一番て、人気。私も探してなかなか見つからない状久保さんだけでどっか行っちゃっ、況なんで。かもうみみんんななが。久保さんといろんな交流したくて、ね、そのアメリカにも今、日本でいろんな勉強をして、アメリカの亡命しちゃった方らも、たくさんいらっしゃるんで、そういう方らも呼んで、久保さんといろんな交流した、その方らが久保さんのことを、話を通訳してくれて、たくさんの人と交流できたという、久保さん自身も今回来てよかったと。ウイグル人に対する自分の考え方が大きく変わりましたと、いろいろ私のも教えてくれたんですけども、日本のことを今回の会議でも大きな話題になって、それから支援者の、8人さんから設計してもらったいろんな缶バッジとか、ポストとか、それからイラストが載った缶バッジとポストカードそうでですすね、か？それからもう一人の、女性の応援者から作られたウイグルの旗の中に、ウイグル語で「目覚ませウイグル」っていう文字入れた旗を持って、そこでデモとか、みんなで集合写真撮った時とか、すべてその旗を開いてね、みんな日本に対して、日本人の皆さんに対してものすごく感謝してると、みんなから私に伝えて、日本人の皆さんにありがとうって、ぜひ我々の心の感謝を伝えてくださいって、
みんなから。まあ、ちょっと話戻りますけど、その久保さんはとは何年ぐらい前からお知り合いというか活動されてたんですか？いや、私久保さんに、まあ、一回お会いにしたのは、うん、まあ2002年シルクロードコラボというコラボがありまして、はい、まあ、そこ の, 責任者である白石洋二先生が新松堂の方で、まあ、祭りの時、うん、ウイグル料理あるいはウイグルのシシカワプとかも出展してウイグルの文化を紹介した時、まあ、1回ぐらい久保さんとお会いにしたんですけども、うん、その時は、まあ、伺ったら、まあ、久保さんすでに98年から、まあ、ウイグル人と交流があって、その後ウイグル地域に行って、まあ、たくさん交流したと。まあ、今回再び出会ったのは、去年の4月26日、長野の聖火リレーの時だったんですね。はいはい、我々は旗持って長野に、駅前に現れたら、まあ、そこで、まあ、久保さん偶然と一人で自分で手作りの旗を持ってそこで、はい、頑張ってる姿 でそこで合流してそれからずっと今まで、はい、へえ、なるほど、そういう流れというかそういう感じだったんですね。はい、ラジオフリーアジアの取材を受けたというお話も聞いたんですけども、それはどんな感じだったんですか？この取材はその25日会議が終わった日、その日終わった後すぐに、まあ、いろんな方がもう帰ることにした、はい、その時点でラジオフリーアジアの方から、はい、久保さんに取材にして、まあ、久保さんからなぜウイグルのことを、はい、まあ、気になって いつウイグルのことを応援し始まったとか、今回どういう理由でこの会議に参加するようになったとか、まあ、いろんな話を伺ったんですね。でそれを私の通訳で、はい、世界のウイグル人に日本人の応援者の一人として久保さんがいろいろ心の話、はい、まあ、ウイグルに対する支援をあくまで自分の人生をかけてもやるっていう決意を、まあ、皆さんに伝えて、ウイグル語でウイグル語で挨拶したんですね。はい、その後、まあ、久保さんが日本語で問題を質問を、はい、話してくれたんです。それを私が通訳して、まあ、翌日のラジオフリーアジアで久保さん、ラジオフリーアジアのホームページ久保さんの写真も出たし、その取材もきちんとと全世界のウイグル人に伝えたんですね。はい、では、今回の選挙でも、まあ、総裁に選ばれたラビア・カーデルさんのお話を聞かせていただきたいんですけども、ラビアさんというのは、まあ、女性ですけれども、まあ、ウイグル人にとってはどんな立場というかイメージの方なんですか？まあまあ、ラビア・カーデルさん、まあ、ラビア・カーデルって言ったら、ウイグル地域で、はい、知らないウイグル人、あるいはその地域にいる人間なら知らない人間ないと私は思いますね。自分がね、センター街から始まって一番金持ちになって、はい、中国でもともと資本家だったと。資本家ですね、まあ、一番金持ち10人選ばれた時、はい、その時彼女唯一の女性で、選ばれたんですね。まあ、そういう金持ちで、まあ、ウイグル地域でたくさん事業を持って、ウイグル地域だけじゃなくて中央アジアでたくさん事業を持ってて、実業家だったんですね。実業家だったんですね。まあ、その後、まあ、ご主人がアメリカに亡命してしまって、はい、1998年、まあ、アメリカの、国会の人権委員会がウイグル地域に行った時、はい、ラビア・カデルさんが、それをウイグルの人権状況を彼らに話すためにアメリカの人々が住んでいるホテルに向かう途中、逮捕されてしまってたんですね。その後ずっと2005年まで刑務所に行って、はい、まあ、2005年、まあ、アメリカのいろんな圧力で最後に、はい、その当時のアメリカの国務長官、ライス国務長官が中国に行って戻るとき、
一緒にラビア・カデルさんを連れてアメリカに戻ったんですね。まあ、その戻って、まあ、ラビア・カデルさんは、まあ、ウイグル人の、まあ、たくさんのウイグル